東村山市にある国立ハンセン病資料館では、元ハンセン病患者の夫婦の日常生活を追った写真展が開かれています。写真展には、国立ハンセン病療養所多摩前哨園の入所者、山内君江さん夫妻の生活に、報道写真家、片野田仁さんが2年半密着して撮影した写真37点が展示されています。片野田さんは戦場カメラマンとして世界各地を取材していましたが、より身近なテーマを撮りたいと地元にある前哨園を訪れ、山内さん夫妻と出会いました。元ハンセン病患者というそのものはだんだん薄れていくわけですよね。とにかく前に前に前進していくそのパワーをですね、逆に私の方がいただいたようなところも大きいですね。写真展のタイトル、生きるって楽しくっては山内さんの口癖です。隔離政策による差別や偏見の中、体が不自由でも何でも自力でやりたいと夫サダムさんと前向きに生きてきた山内さんの生き様が収められています。私が醜いとこさらけ出しての後世にハンセン病の後遺症っていうのはこういうものだということを未来に残したいな、私の人間として生きるんだという生き様を見ていただきたいな、このように思って撮影に臨みました。最初は写真を撮られることに抵抗を感じたと話す山内さん。しかし片野田さんの真剣さに心を打たれ、料理や裁縫など普段は見せない日常の姿を写してもらったといいます。一番のお気に入りは、養子が産んだ初孫をサダムさんが抱いた時の写真です。写真展は今月末まで開かれ、会場では同じタイトルの写真集も販売されています。